は中腹駅跡にし山麓駅へと下ってまいります。途中鉄塔通過の際多少揺れますのでお近くの手すりまたは釣り手におつかまりくださいませ。揺れますのでご注意くださいませ。ただいまお乗りいただいております。こちらのロープウェイは昭和33年に運転を開始いたしました。その後2度の改修を経て現在の静かで快適な乗り物へと生まれ変わりました。ゴンドラの色は自然との調和に配慮した札幌市の景観70色より藻岩山に生息する動物の代表であるエゾフクロウのシルバーとエゾリスのオレンジの色を使用しております。それではゴンドラ内でのひとときをお過ごしくださいませ。まもなくロープウェイ中間地点でございます。進行方向右前方より上りロープウェイが参ります。どうぞご覧くださいませ。本日お越しくださいましたこの森の山は市内中心部から約5キロと非常に近く都市と自然が隣接する全国的にも珍しい山でございます。450種類以上の植物が生い茂り年間約600トンの二酸化炭素を吸収し環境保全にも役立っております。春の新緑、夏の登山、秋の紅葉、冬のスキーと四季を通して皆様に親しまれております。またこの藻岩山をアイヌ語でインタルシペルトリと呼んでおり、その意味は眺めの良い山とのことです。その眺めは函館山、小樽市の天狗山に並び北海道の三大夜景にも選ばれております。この藻岩山の標高531メートルにちなんだ5月31日の藻岩山の日など一年を通じてさまざまなイベントを催しております。鉄塔通過でございます。通過後前後に揺れますのでご注意くださいませ。Thank you.